そなたを待っていたぞ。風の木岬に行っていたフーラを呼び戻してくれたようだな。わしはもう風乗りにならなくてよいと、そういうつもりであの子の帰りを待っていた。だが先ほどフーラが帰ってきて風乗りになりたいと言ってくれたのだ。どういう心境の変化があったか知らないが、実に喜ばしい。時にそなた、一人前の証を持っておるな。もしやキーエンブレムを集めるために旅しているのではないか。ならばそなたを見込んで、わしから頼みたいことがある。フーラが風乗りになり、風送りの儀を行うには、風の手綱、風の衣という二つの神具をフーラ自身が取りに行かねばならぬのだ。そこでだな、そなたにはあの子が無事に神具を持って帰れるよう手助けしてやってほしいのだ。そなたの働きで無事に風送りの儀を終えることができたら、緑のキーエンブレムを授けよう。フーラは一つ目の神具、風の手綱を取りに、すでに三冠の関所へ向かった。今すぐ出発すれば向こうで落ち合えるはずだ。三冠の関所はアズラン地方の南、南の街道の南方にある。
朝飯前。出直してきやがれ。相手にとって不足はねえぜ。これはたまげたね。風の兄様はカムシカに好かれるとは聞くが。なるほど、お嬢ちゃんが次の風の兄様に間違いないな。アズランのフーラってあんたなんだろう。はい。よし、じゃあ領主様から頼まれた品を持ってってくんな。よく聞きなお嬢ちゃん、向こうに高くそびえる塔が見えるだろう。もう一つの神宮、風の衣は
あの水の塔で新しい風乗り様を待って風の力を蓄えているのさ。風の衣が祀られている時に最上階の扉を開くことができるのは風乗り様として塔に認められた者だけだ。お嬢ちゃんが風乗り様としてふさわしいかどうかがそこで試されることだろう。カムシカたちは塔には入れない。塔の中ではカムシカたちの力は借りられないが、大丈夫かい？はい。お父様に言われて来てるんでしょ？私先に行ってるね。なんでついてくるかな？あんたたちは水の塔に入れないのに。カムシカって絶対頭悪いよね。Thank you.
足は役に立たねえですよ。やってやるですよ。相手にとって不足はねえぜ。朝飯前だ。さあ、やってやるですよ。直してきやがれ。
やってやるですよ。私は疲れましたよ。
だか結局いろいろ助けてもらっちゃった。ありがとう。もしかして今の聞いてたの？私はただお礼を言っただけで、別にカムシカのことを認めたわけじゃないよ。でもどうしてカムシカたちは私を助けてくれるんだろう。お母様を死なせちゃったことを悪いと思ってるから？それとも私がカムシカの力を引き出せる風乗りだから？カムシカって変な動物だよね。風の衣はこの塔のてっぺんか。お願いがあります。私この塔に登りたい。でも今まで手助けしてくれたカムシカたちはこの中には入れないんです。私カムシカたちがいなければここまでもたどり着けないくらいダメな子なのは自分で分かってます。それでも私この塔に登りたい。お願いします。私に力を貸してください。ですよ。ついてこい。
わしはガラクタでも集めましょうかね。モキー、わし好みにしてやるです。直してきやがれ。わしは役に立ちませんよ。この部屋の中に風の衣があるんだね。そしてこの扉が風乗りになる資格を持つ者にしか開くことができない扉。誰だ？この怪獣プスゴン様のスイートホームに土足で上がり込むやつは、なんてことだ。
ただ可愛いだけじゃない、ちょっと毒のある瞳、抱きしめたくなるような体のサイズ、こんな気持ちは初めてだ。俺といてくれ、ずっとずっと一緒に暮らそう。私どうしよう。困るわ、だってあなた怪獣だし、きっとお父様も許してくれないと思う。え？お前、このキュートなハニーをよこせ。私たちは風の衣を取りに。風の衣？お前たちがそうだったとはな。ちょうどいい。俺は風の衣を取りに来たやつを倒すように言われているんだ。頼まれた仕事を果たし、ついでにマイスイートハニーを手に入れる。一石二鳥とはこのことだ。聞こえますか？え？誰？私を呼ぶ誰？この者は悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。あなたなら、この者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。私が…うわぁ、危ねぇ！俺のウルトラハイセンスなインテリアが！ちょっとタンマな。まずはお前から片付けてやるぜ。さっさとくたばりな！待ちなさい！あなたを一人で戦わせたりしない！なんだ？お前みたいに弱っちいのはおとなしく寝てろ！私もあなたと戦うって言ってるの！助けるぜハニー。やってやるですよ。you
ってやるですよ。さっきはあれほど。あげるから。死ぬほど大事なものなんじゃないのかよ。死ぬほど大事なものよ。じゃあ。いいの。あげる。私は。風乗りになる。それは思い出なの。亡くなったお母様との思い出。でももういらないの。私風乗りになるの。お母様の後を継いで風乗りに絶対なるの。風の衣を着て風乗りになる私とこの人は明日なの。明日のためなら思い出はいらないの。うわあ、なんて泣ける話だ。お前も苦労してるんだな。わかった、ハニーと引き換えにもう何もしない。俺に風の衣を守らせたやつは風乗りを耐えさせ、風をよどませ、ここいらを闇の封印に落とすってわけのわからないこと言ってたんだ。偉そうに命令して
くるネルゲルっていうイケスかないやつだ。あんなやつの計画よりお前の明日の方がハイセンスだ。ありがとう。じゃあ大事にしてね。やっぱりもらえねえ。俺もらえねえよ。約束だから。いいのかよ。本当にもらうぞ。もらっちゃうぞ。じゃあな。あばよ。私はもう大丈夫だから。義によりこれまでアズランに吹いていた古き風はその役目を終え彼方へと去り行きました。今このアズランに吹くのは育みの力あふれる新しき